ランバックハウス・レンバッハハウス美術館は、ドイツのミューンヘンにある美術館である。青騎士派に属したカンディンスキー、フランツマークや、クレーラの作品や、ヨーゼフ・ボイスコレクション、そして、メディア芸術コレクションや、ゲルハルト・リヒターなどの1945年以降の芸術作品が展示してある。19世紀肖像画家、美術収集家、 フランツ・フォン・レンバッハの邸宅券アトリエを改装した美術館である。美術館の建物は、レンバッハの好んだイタリアルネサンス風の様式で、1889年、ガブリエル・フォン・ザイドルの設計で建てられた。1925年にミュンヘン氏の所有となっている。建物は美術館用途に改装されているが、レンバッハ自身の作品が展示されている。 庭に面した部屋には邸宅だった当時の雰囲気が残されている。当館にはビスマルク像などレンバッハ自身の作品も収蔵されている。カンディンスキーはロシアの出身で当初法律学者を目指していたが、後画家に転じ、ドイツに移住した。1896年よりミュンヘン及び郊外のムルナウを拠点として制作を続けた。青木氏は1911年。 カンディンスキーとフランツ・マルクが中心となって結成した前衛美術家のグループで、その後の20世紀の美術に多大な影響を与えている。この派に属する画家としては、他にアウグスト・マッケ、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキー、ガブリエー・レ・ミュンターなどがいる。第二次世界大戦後の1957年、ガブリエー・レ・ミュンターにより200点を起こすカンディンスキー作品を含む、 青岸派の会が多数が寄贈された。レンバッハハウス美術館は、こうした収蔵品の展示のほか、ミュンヘン市立美術館として様々なテーマの特別展を積極的に開催していることでも知られている。2013年、イギリス人建築家、ノーマン・フォースターによる増築を経て再オープンした公式サイト。ありがとうございます。